なんか結婚指輪みたいじゃない。でも包帯指輪。あ、大丈夫ですかって言ってそしたら助けてって言ってその時に聞こえて、そしたら男の人が聞こえて、男の人が大丈夫だよって聞こえて、やばいこれ絶対襲われてる、とりあえず上に行ってまず目視して、こいつ行ける大丈夫って思って、とにかく抑えようっていう、何も持ってない武器を持って頭を頭に両手で髪の毛ブチブチブチって言ったの、それが嫌と思ってやめてって言った瞬間にこっち見てもらっていかれて、あの指をひながらやったんですよ。被害届を出すよりも反省してほしいです。単純に自分との争いじゃなくて、奥さんと言われることが、なんか結婚指輪みたいじゃない。でも包帯指輪でもなぜか笑顔でしたけど全然悲壮感ないので、あのこの季節声を掛け合うようにしましょう。皆さんで掛け合いましょう。どうもすいません、ありがとうございました。